皆さんこんにちは、鈴和さんと見てまいりましたこのチャート教室、はい、まあ、チャート教室と今ちょっとお伝えいたしましたけども、まあ、今回も、寄り切り線というのを取り上げまして、はい、チャートの見方分析していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。いつものようにこの坂田五法は風林火山というこの本間早急の、まあ、偉大なるバイブルに即しまして、またいくつかパターン形成を見ていきたいと思いますが、こちらは前回ご案内いたしましたこの寄り切り線です。売りのこのシグナルの3つ目のパターン、寄せ線、かぶせ線、それからこの寄り切り線という形でご紹介いたしました。これ前回のチャートですね。寄り切り線とはどういうものかというのはその次のページに掲載しています。これも前回あります、はい、要はいわゆる俗に言う陰の寄り付き坊主、陰の丸坊主というものですね。それ以上高い、まあ、上髭の部分がない大きな陰線で天井形成で、前回はそれに即したパターンというものを、まあ、売りの急所というもので天井形成を見てきたんですが、もう少し書いてあるんですよ。寄り切り線とはこの売りの決定的な急所を見るだけではなくて、実は買いのポイントにももちろんある。ずっと下げてきたその後で安い場面、低位、低い位置でこれ寄り切り線が陽線として出てきた時にはそれが大底であると。読んでみますと、逆にこれ陰線ですね、上で、逆に陽線なら寄り付きが安値で、その下にザラバの安値がない線、要は陽の丸坊主ですよね。上値暗示のかなり強い線と言えるという。で、これは寄り切り線は坂田の生命線なりということを付け加えているということですね。非常に重要な線ですね。まあ、天井形成の中で述べてました。で、今日はその次です。今日はこの逆にこのキャリアリンクを例に挙げて、これ2回目ですね。これ以前、かぶせ線のところで、これで1回ピークをつけますよという、まあ、典型的なパターンで取り上げましたが、ずっと下げてきて、でここでいわゆる寄り付き、寄り切り線です。この安値がない。ですから、陽の丸坊主ですね。ここから戻り、まあ、その後ちょっとギクシャクして、まあ、現在に至るという、これ今の足取りということになります。で、その次、寄り切り線、改めてもう1回定義してます。このテキストの中ではですね、この寄り切り線。安値圏で寄り付き安値の陽線が出れば土天買い、1ヶ月以上は高い、まあ、これはまあその時によります。括弧書き、ただしその後にこの寄り切り線を下回る安値が出ればそれは暴落となるから注意が必要だと、まあ、まあまあ恐ろしいこの正し書きがついているんですが、要は底値形成のパターンとしても寄り切り線が出るケースがあるということなんですね。例をもう一つ見てみたいと思います。こちらですね、はい、これファナックです。これは今直近の足取りではありません。これは例の2020年3月4月、このコロナ危機の最初のところ、2020年の1月2月、どうも中国でその不思議な謎の肺炎が、新型肺炎が広がっているらしいというので、まあ、春節明けて、いよいよ世界全体が3月11日、日本では東日本大震災の日になってしまってますが、その世界ではパンデミックの日、3月11日のパンデミック宣言から始まりまして、これですね、3月11日。で、これ、ファナックがドワーッと2万円から1万2000円まで大きく下落するという、まあ、世界同時株安の状況です。そのファナックの底入れ形成のパターンで、ここで、ここですね。はい。はい、寄り切り線が出てる。まあ、これ包み足とか、まあ、抱き線とかですね。そうですね。はらみ足。いろんな言われ方をしますが、ここでは寄り切り線という形でした。そう、2020年3月から4月にかけての急落過程というのは、さまざまな典型的パターンというのはいくつも出ております。で、この中から寄り切り線の形をもういくつか持ってまいりました。この次が、はい、そうですね。三菱電機です。まあ、大型株ですね。これも全く同じ。2020年の3月、4月。これも、パンデミック宣言を挟んで大きく下落するという。うん、これ、三菱電機は1600円半ばから1000円、まあ、フラットぐらいまで。そうですよね。かなり厳しく下げましたが、はい、これは、ここで寄り切り線が出てますね。ここですね。はい。はい、寄り付きから相当売り圧力がずーっと下げてきて、もうダメだ。もう我慢できないというので、一斉にダーッと売るから、こういう大きく窓を開けて、まあ、下っ端で寄り付くと。ところが、それで売りのエネルギーです。この出来高が、そうですね。まあ、セリングクライマックスですよね。はい、で、ここで、それで、あとはもう戻るだけ。これしばらくは値を戻していくと。これが、まあ、ローソク足一本で、なかなか判断できるかどうかっては難しいところありますが、うん、かと寄り切り線が出ると、なんかそれらしいという、そうですね、注意してみようと。まあ、底値暗示というような形、大事なポイントになりますね。なってきますね。はい、もう一つ出てます。これも同じ時期ですね。2020年の3月から4月にかけて。で、これも、随分高い位置に株がありました。JCR ファーマという小型成長株の代表格であります。うん、まあ、ここにも大きな陰線がありますが、やっぱりここで注意しているのは、ここで同じような寄り切り線です。はい、これ以上の安値がないというところが反発して、でこれはテキストにありますように、その後、1ヶ月以上高い、
ずっと下げてきて、はい、そう、こういうパターンになってきてます。2020年3月から4月にかけてのこの急落過程をもう一度調べ直すということが、この坂田五法を改めて習熟していく、身につけていく大きな、テストケースになるんじゃないかなと。そうですね、この日本証券新聞のチャットは、これはあの紙芝居のように切り貼りしてパワーポイントに貼り付けてますが、これ過去に遡ることは非常に簡単ですね。そうですね、30年ほどは遡ることができますので、はい、いろんな分析に使うことそうですね。30年といえばリーマンショックのあの時はどういうパターンだったかなとか、そうですね、はい、IT バブルの時はどうだったかな、 それも冷やしベースで見ることができますからね、はい、非常にこの軽いソフトのスクリーンになってますので、はい、このあたりはぜひとも過去に遡って調べるという意味では活用していきたいなというふうに思いますね、はいはい、そこで、これまで天井形成パターンを3つ見ました、はい、冒頭に申しました寄せ線、それから株せ線、寄り切り線のこの陰の丸坊主で、今日のこちらは底根形成パターンの1つ目、はい、寄り切り線の陽の丸坊主のパターンですが、しばらくはこの底根形成パターンをいくつか見て、また、天井形成、底根形成、ね、行ったり来たりしながら探していきたいなというふうに考えています、はい、ポイントポイントでこういう大事なロウソク足、ここがシンナルが出るというところでは非常に有効な活用法かと思います。そうですね、はい、本日もありがとうございました。どうもありがとうございました。